ブルグンと王の一覧では、二つのブルグンと王国の王、及びカロリングや全体による、作謀の発展から来る政治的称号を与えられた人物の数を列挙する。政治イギスムンとの共存300年頃に、ブルグンと族は、ボーンホルムとをサリビスは川流域に落ち着いた。ヨルダネスは、ビスは川流域で、ブルグンと族は4世紀に、ゲピード族に敗北したことで、 ラインラントに移動したことを記述している。532年から534年にかけて、ブルグントは、徐々に、フランク王、キルデベルト一世及びクロタール一世によって、征服された。843年のベルガン条約で、フランク王国は分裂し、この時ブルグントも分割された。シャルル二世は、ソーヌ川西部の小さい部分を相続した。この領域は、公的には、 レガナム・バージェンディと呼ばれたが、フランス王は公焼を行政官として派遣したため、ブルゴーニュー広告ないしブルゴーニューとして知られるようになった。ロタール一世は、ソウヌガー東部の大部分を相続し、この部分は、ブルグント王国の名を保持した。855年に、ロタール一世が死ぬと医療が、息子たちの間で分割され、ブルグント北部は、ロタール二世のロタリンギア王国領に、南部は、 シャルルのプロバンス王国領になった。ブルグント王位はロタール2世のロタリンギア王位に包含された。ロタール2世が死ぬとメルセン条約によってロタリンギアは東西フランク王国に分割され、ブルグント王位はロタリンギア王位ともども空位となった。880年のリブモント条約でルートビヒ3世が全ロタリンギアを手に入れ、ブルグント王位を含む。 ロタリンギア王位が復活した。884年にカール3世は全フランクを相続によって統一した。しかし888年にカール3世が死ぬと、フランク王国は再び分裂し、ブルグントも南北に分かれた。ブルグント北部の貴族及び聖職者たちは、聖マルタンの元に集まり、故、ベルフ家出身のオセールハクルドルフ一世をブルグント王に衰退した。 このブルグント王位は、ロタリンギア王位から分離されており、ロタリンギア王位は、東フランク王アルヌルフが得た。ルドルフ1世は最初、ロタリンギアを再統一しようとしたが、アルヌルフの抵抗に阻まれたため、上ブルグントの経営に専念した。933年に、ルドルフ2世は、イタリア王位に対する自分の請求権を、イタリア王国のユーグダルルに譲渡する一方で、 ブルグント南部を含むプロヴァンスを併合し、ブルグントは再統一された。1032年に、ブルグント王国は新生ローマ帝国に併合され、ブルグント王位もローマ王位に統合された。12世紀及び13世紀のアルル王国。1378年、カール4世は国王代理である摂政職の永久授与という形でブルグントの支配権をフランスに譲渡した。 これをもって、ブルグント王国の終焉とするが、ブルグント王位時代は1806年に、神聖ローマ帝国が滅亡するまで歴代皇帝が保持した。コンラート及びルドルフ三世紀の下で王権は弱体化し、一方で、ブルグント白のような地方の貴族が台頭していった。神聖ローマ皇帝ハインリヒ三世紀が早期に死んだ後に、未亡人アグネスは、 自分の幼少の息子であるハインリヒ四世の摂政として活動した。アグネスはルドルフ一世をシュバーベン大公に任命し、合わせてブルグンと全体の支配権を委ねた。しかし、ルドルフ一世が対立王に選出された時、成長したハインリヒ四世は1七7 9年にその力を奪い、ローザンヌとシオンの死教領に派遣した。1二十七年三月一日に、 ブルゴーニュ博ギオーム三世が暗殺されると、ロタール三世は、ギオーム三世の母方の叔父で、ルドルフ一世の外孫であるツイーリンゲン家出身の、ツイーリンゲン大公コンラート一世の白寮への、請求権を支持し、ブルグンとの全権を委ねた。適当な称号を書いていたことから、ツイーリンゲン家は、ブルグント公の地位を得るため自分でブルグンとの公、および支配者と名乗った。しかしながら、 最高化の初期官たちは一貫してこの部分を避け、EN、レクターは、ェイリンゲン家が統治する、ユーラ東部に限られるようになった。ェイリンゲン家の請求権の強行及び、王国の西部及び東部への王権の拡大といった、いくつかの試みは失敗した。これらの失敗の後、皇帝フリードリヒ一世は、ブルゴーニ博領の相続人であった。 ベアトリス一世と結婚したことにより1156年までに格好たる支配を築いた。この相続は永続的にチェイリン元家をユーラとアルルカンに限定させることになり、そこで同家は権威を拡大させた。1218年にコンラート一世の孫のベルトルト五世は後継を残すことなく母子、チェイリン元家は断絶した。この後、ローマ王フリードリヒ二世は、 聖林源家の医療を所有するために、それに見合う称号として、息子のハイン・リヒ7世にブルグンとの支配者の称号を与えた。この任命は単に一時的な重要なもので、ハイン・リヒ7世が1220年4月にローマ王に選ばれるとこの称号は消滅した。また、ブルグンと王国内部での王権の失墜は不可逆であった。ありがとうございます。